終了後の組会見を行わさせていただきます。まずですね、意見交換の内容を馬場代表の方からさせていただきました。意見交換の先ほどの中身をちょっとご説明いただきました。まあ、全然いい。あ、いいですか。わかりました。では早速質疑応答に入ります。社名氏名述べていただいた上、どなたにご質問かをご説明の上ご質問ください。よろしくお願いします。NHK の谷井です。馬場代表にお伺いいたします。あ、すいません、馬場代表にお伺いいたします。今日視察されたご感想と、まあ、率直に屋根は6割以上工事が進んでいる一方で、海外パビリオン中心にパビリオンの建築は、まあ、まだまだということだったかと思いますが、開幕に向けてですね、党としてどのように取り組んでいかれるかお聞かせください。はい、おっしゃっていただいたように回廊ですね、リングの工事は着々と進んでいるということは現場を見せていただいてよく理解ができました。建物の方もですね、いわゆる市街地に建つような立派なビルのようなものが建つわけではありません。ですから着工すれば割と短期間にですね、私は次々と竣工していくのではないかなというふうに思いますので、着工できる目処が立つかどうかということが非常に大事だと思いますが、現場を見せていただいたり、先ほど協会の方からの説明をお聞かせいただきましたけれども、その辺はかなり順調に進み出しているということですから、一部報道では10月までにできなければダメだというような情報も流れましたが、その点も改めて確認をさせていただきましたところ、それはおおよその目標であるということでありますので、10月になって立っていなければもう参加できないということではないということを改めて確認はさせていただきましたので、建物が建ってから諸々の内装やいろんな係の皆さん方のトレーニング、そういうものもあるわけでありますから、協会としては準備期間を十分に考えながらタイムスケジュールを組んでいるということでありますので、若干のこの前後の遅れというのは許容される範囲であるということでありますので、順調に今後工事が進んでいくということを期待したいというふうに思います。はい、MBSの尾藤です。よろしくお願いいたします。馬場代表にお伺いさせていただきます。先ほどの意見交換会があったと思いますが、具体的に可能な範囲でですね、どういったやり取りがあったりだとか、特に事務局や協会からの返答で代表が印象に残ったものがあれば教えてください。はい、何点かありましたが、一つはこの PR が足りないのじゃないかと、機運の醸成ですね、そういうことをもっとやっていかなければならないという、意見が我が方の方からありました。これについてはホームページにいろんなコンテンツ、まだパビリオンの中身、どういう衣装でこのパビリオンが立つかというようなことを公開しているということですけれども、今後ですね、メディアの皆さん方にもご協力いただいて、そういうことをどんどん PR していく必要があるということは協会も認識しているようですから、そういうことについては努力をしていただけるというふうに、感触として受け止めさせていただきました。あと、よく言われる能登半島地震との関連でありますけれども、協会側も、参加ゼネコン、また企業からですね、この能登半島の復興との関連性について、支障があるのかないのかというようなことを、お尋ねをさせていただきましたけれども、そういうことはすでに2回ヒアリングを行って、資材の点であるとか重機の点であるとか、また人手の問題、そういうことについて、この重複をしてですね、何か障害が出るということは現段階では予想できないというお答えをいただいたところであります。フリーの記者の横田ですけども、今のお答えに関連して、高市大臣はですね、大阪万博受注ゼネコンで、能登半島万博案に分けて資材不足、人手不足が起きているというふうにおっしゃって、明らかに今の発言と食い違ってるんですが、維新独自でその高市さんが聞いたゼネコンから聞き取り調査をするとか、そういうことはなさってないんでしょうか。我々経産省、また今日の万博協会から、そういうことがあるのかないのか、
ヒアリングはさせていただいておりますので、高市さんの発言については関与いたしておりません。また高市大臣に確認をするというあの方の、まあ、今のお役職ですね、万博のことを十分熟知されているのかどうかということについては、まあ、はっきりとは分かりませんので、高市大臣にお尋ねするということを現段階では考えていません。万博協会も経産省も開催したい側でですね、そういう不都合な事実は隠す、ちゃんと調査しない恐れがあると思うんですけど、その辺はどうお考えなんでしょうか。維新独自でやらないんですか。今後は能登半島地震のですね、復興がどんどん進んでいくと思います。そういう中で資材が足りないであるとか人手がないということであればですね、それはそちらに優先的に協力をしていくということは我が党として方針を決めています。また来週は私が石川富山というところを回ってですね、実際にどういう復旧状況であるかということは確認をしてきますので、また現場の皆様方にもヒアリングをさせていただく予定でありますので、まあ、その辺を総合的に勘案して、まあ、判断をしていきたいというふうに思います。すいません、デイリースポーツ杉田と申します。よろしくお願いします。藤田幹事長にお伺いしたいんですけども、万博会場を見られるのが、何度目か初かどうか、見られての感想を教えてください。どういうのを期待しておられるか分かりません。初めてです。今日初めて来させていただいて、銀団のみんなもほとんど初めてのメンバーが、ほとんどだったかと思います。特に上から大屋根については回廊ですね、上からと下からと見させていただいて、まあ、自分たちもですね、こう想像の中で、またはネット上の中でこう万博をいろいろこう何て言うんですかね、こう想像していたところが実際目の前に来てですね、これぐらいの規模感で、しかもこのような質感でされてるんだなというのは分かったので、まあ、我々もですね、特に大阪のメンバーは一人一人の議員も現実を受け止めて、課題もちゃんと理解するとともに、ポジティブなことは議員一人一人が広報官のつもりでしっかりと発信していけるように機運醸成に努めたいというふうに思います。すいません、もう一問申し訳ないです。リングがですね、建設のパビリオンの建設のなんか支障になるということをおっしゃられている方もいらっしゃったんですけど、その方にこのことに関しては意見交換会でお話とか出ましたでしょうか。これすでにもネット上にもお答えが出てるんですが、今日も改めて確認させていただいたらですね、工事には支障のないようにちゃんと経路が確保されていると、だから全部できたところで、6箇所だったかな、5箇所か6箇所、そういう5箇所入れるところがちゃんと確保されている動線がありますんで、まあ、全く問題ないというお答えをいただいています。トイレの話とか出ましたか。トイレの話は出てないですね。はい、工事現場の方の仮設トイレがあって、これが2億かって言ってみんな笑ってましたけど、全く冗談でございます。すいません、 ABC の方にです。馬場代表にお伺いしたいんですけど、今の質問の話聞いてると、おそらく議員団でこういった視察に来られるというのは初めてということかと思うんですけれども、まあ、もうすぐ1年前というタイミングもある中で、まあ、今日の視察と意見交換会をしたと目的等としての目的を改めて教えていただいてもいいですか。はい、我々日本維新の会はですね、国会議員団としては超党派の議連に積極的に参加をしていますし、党としても独自に議員連盟を作ってこの万博を推進していくという立場を一貫して取らせていただいております。また日本維新の会発祥の地である大阪においては、この大阪の負の遺産をこの際解消していくということと合わせて、未来に向かって新しい科学技術、また医療技術をですね、将来のための産業化、また商品化につなげていくというような目標を持って万博誘致を始めていますので、まあ、これまで現場があまり落ち着いた状況ではないというふうにお聞かせいただいておりましたので、まあ、かなり落ち着いた状況を迎えたという、お話を聞いてですね、改めて現場がどうなっているかと
ということを今日視察させていただいたということであります。まあ、改めて現場を見せていただいて、私は昭和40年生まれですから、前回の大阪万博5歳でこの参加をさせていただきました。まあ、あの時のこのワクワクドキドキ感というものをですね、今日の段階でもすでに感じるような空気がありましたから、私はこれ完成して、子どもたちがこの大阪・関西万博に来てくれれば、将来に対する夢や希望を持ってワクワクドキドキしてもらえるなと、今日そのことを実感したことが一番何かこう今まで、協力をしてきて、嬉しかったという、まあ、感想を得ましたので、まあ、今後この順調に工事が進んでですね、これからまた夏から秋にかけていろんなパビリオンのコンテンツも明確になってくるということも聞いています。まあ、そういうことがはっきりしてくれば、よりこの夢や希望につながっていくと思いますし、まあ大人の皆さんはこれが良いビジネスチャンスになって、いろんな国々との、またいろんな技術とのこのビジネスマッチングというものが行われるという期待感がですね、盛り上がってくるのではないかなというふうに思いますので、本当に今日この現場へお邪魔したことが良かったなと、まあ、改めて感じたところであります。では続きまして、いかがでしょうか。重ねて申し訳ありません、NHK の谷井です。馬場代表にお聞きしますが、今日の視察を受けてですね、まあ、党としてできることは限定的だとは思いますが、機運醸成等を含めて改めてどのように取り組んでいかれたいかお聞かせください。はい、まあ、国会議員団の方からですね、その機運醸成、またどういうコンテンツパビリオンがあるのか、もっと PR するべきだというご意見がありました。これは逆に我々に対しても言えることだと思うんですね。ですからやっぱりあらゆる機会を通じて、我々印刷物等、また SNS での発信、そういうことをやっているわけですから、これからより詳しい情報を我々側も万博協会、また皆さん方と協力し合いながら、そういう情報発信をし、また機運の醸成につなげていくということが一つ言えると思います。あと、まあ、工事の関係はこれから順調に進んでいくと思いますので、まあ、チケットの販売ですね、それぞれの、まあ、議員がいろんな企業ともお付き合いをしていると思いますし、まあ、個人レベルでもそうだと思いますので、前売り券をどんどんこう販売していくということに、まあ、陰ながら協力をしていくと。また私も前売り券買ってませんので、秋になったらパビリオンの予約と合わせてできるということですから、まあ、秋口ぐらいには前売り券家族分購入してですね、まあ、前売り券の販売というものにも協力ができるのではないかなと思います。すみません、2問目でよかったですけども、2億円トイレに関連してですね、組取万博になるんじゃないかという声も出てるんですが、平均来場者数15万人の半分ぐらいしか下水道処理能力がないと、毎日バキュームカーで組み取っていく方式になるんじゃないかと、衛生上問題じゃないかという指摘が出てるんですが、この点はどうお考えなんでしょうか。まあ、組み取りのおトイレが衛生上問題だとは思いません。日本全国に組み取りのおトイレというのはたくさんありますから、ただできるだけ、この来場者数を見ながらですね、おトイレだけじゃないと思うんですね。給排水の問題もあると思いますし、交通インフラの問題もあると思います。ですから、そういったことを、まあ、やりながら改善していくということも重要だと思いますから、的確にそういった情報をキャッチしながら協会と連動していきたいと、そういうふうに思います。組み取り万博になるのは認めてるわけですね。下水道能力が半分ぐらいしか、状況次第ではそういうことは想定できますけれども、最初からそういうことを目指してやってるわけじゃありません。いや、今下水道能力半分ぐらいしかないじゃないですか。それが倍に一気に増えるというお考えなんですか。いや、ですからそれはやってみないとわからない部分もありますから、そこはやりながら改善していくということで対応していくべきだというふうに思います。ありがとうございます。いかがでしょうか。それでは本日の囲み取材終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい。